すごいやさぐれ取ったんよ。2020年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。じゃあ今年も元気に頑張りましょう。はい、毎回かこれなんか今朝とかの後じゃないこれ。ありえるな。あ、すいません、あっいよ。どうすか。はいよ。誰もいないね。天気はいいけど。あ、マサル。この時期になってやっぱりマサルかやっぱり。これ暖かいんだよ。マサルちょっとくすんだんでないか色。いやいや、ちょっと洗濯してる。日焼けさん、もっと真っ白でなかったか。ちょっと日焼けしたんだよ。マサル。あれ安い店ってあそこだ。あれかあそこの訳ありのあの漁師の店だもん。あ、もしかしてあれかい。あの食堂改善をするんかい。ネット。おお、来た来た来た。もうちょっと聞いてみようか。おめでとうございます。イエーイ。おー、ダブルだ。おー、ダブルいいね。まあ、回ってる。こっちでいいの？新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。また調理始まるか。大丈夫か、半分になってないか。だらしないな、お前。フロックさんでゲップで買ったの。いやいや、ゲップの筋ってどこにあるんだろう。明日、入れんよ、そんな。ゲップで買って。いやいや、あれまだ、ファスナーも俺のもんじゃないんだよ。そうだね、まだ行けないんだ。いやいや、まだまだ、ファスナーも俺のもんじゃないんだ。ゲップだからな。ゲップだから。ゲップだから。いやいや、ゲップ。まだまだ、失礼します。お邪魔しますって言われる。ゲップって何よ。まあ、次のものゲップだから自分のものだから。お邪魔します。ゲップって何よ。久々に聞いたな。ゲップって何よ。ゲップって何よ。ペイペイの時代にな。いやだどっちかって逆に言うさ、今ゲップで買いますって店に出したら流行るかもしれない。5% 還元してるんだよ。関係ないもん。もうゲップが効きます。ダメだって。ペイペイ使いますとゲップが使います。いや、俺明日いかんなんだ釣りに。いや、あのマグロ釣るから。
マグロ2からゲップでお願いします。なんか今これしかないんだと。残りはゲップでお願いします。いや、今さずな、ゲップで物買うとか。ゲップって何よ。いや、今さず、いや、ゲップ、平成の時代にゲップって何よ。そうだよ、ゲップだよ。つけも効かないし、現金もないし、じゃ何やったの。ゲップだよ。ゲップだよ。ゲップで払うから。信用も財布もないからな。ゲップで払います。あとにはすいませんしかないから。すいません、ゲップだ。すいません、ゲップで払います。すいません。とりあえず謝らせてもらって。すいませんから始まって、すいません、ゲップ。怖い。いやいや、ペイペイはちょっとエバってるね。エバって。いや、じゃあペイペイで。ペイペイ。俺はペイペイだった。ゲップは謝ると。まずすいません。すいません。ゲップでお願いします。ゲップでお願いします。なんとかゲップ払いで。なんとかゲップ。なんか申し訳ない。申し訳ない。後ろめたいよ。そうそうそう。いや、すいません、ゲップで。いや、ゲップで。いや、金はないけど、どうしても欲しいから。あ、金はなくどうしても欲しい。欲しいんですの。給料日じゃ払う、ゲップで。あれだった。なんとかゲップで。いや、そうよ。いや、金はないし、物は欲しいんだもん。だってすいません、ゲップで。俺やりてきませんか。下から言うしかないですよ。それ常識なくやる。やべ。すいません。いや、支払いどうしますかと。で、現金ですか、カードですか、ゲップですか。で、ゲップに丸つけたらどうするの。すいません、ゲップでお願いします。すいません、ゲップでお願いします。はい、謝るんだ。謝るよ。すいません、ゲップでお願いします。ちゃんと働いてるんだ、俺は。逃げも隠れもしません。それで松村さん、逃げも隠れも。月末必ずゲップ。ゲップ払います。月末になったら払いますか。お願いします。お願いします。いや、そうだ。久々に涙出た。あら、みたいな。満杯だ。マーサーだ。これが看板付けでついてるでしょ。マーサーだ。行けって200m行った方が早いわ。あれ荷物だけ下ろすんだべ。車止めるのがあれなんだべ。そうか、言うな。そういうことで U ターンしてみんな。やっぱ三条木だったんだな。サイズの。はい。